セブン&アイグループのデニーズから。デニーズのドリンクはこれからの季節に嬉しいおかわり無料。アイスにホットに種類も変更できます。正午です。柔道を出たり引っ込んだりのスタジオの温度計でございますが、今朝の予報ではお天気回復ということだったんですけども、どうもすっきりしそうもありませんですね。お元気でいらっしゃいますか。和歌山玄三です。色鮮やかなさつきとともに、アジサイやタチアオイの花が目につく季節になりました。そんな一方、ひっそりした雰囲気のドクダミの白い花がもう花盛りでございまして、すごいですよ我が家の周りは。去年もあんまり増えすぎましてね、かなり整理したつもりだったんですが、何のことない。今年はもしかすると去年よりも増えたんじゃないかと思えるほどで参っております。よくよく見ると可愛い花なんですけれどもね、独特の強烈な匂いはどうにも好きになれません。さあ、今週はまた短い時間ではありますけれども、これからのひとときをどうぞご一緒におくつろぎください。 MDU バックグラウンドミュージック、今日お聴きいただきます曲は、レモントリー、悲しき雨音、青春の光と影、星に願いを、もしもこれが恋でないなら、波、トゥーヤング、恋人たちメロディー、ジェルソミーナ、夢の散歩道、ポインシアーナ、パタパタ、コールミー、コンドルは飛んでいく、And I love her。 この番組は松本歯科大学の提供でお送りします。
1798年の今日6月4日、世界中で女たらしの代名詞ともなっているイタリア人カサノバが亡くなりました。進学校に通っていた16歳の時、その不行跡から奉公処分となって以来放浪の人生を送り、その時々の状況で外交官、軍人、哲学者、司祭、医者、賭博師、音楽家などと称してヨーロッパ中の宮廷や社交界を渡り歩き、君主、貴族、科学者、画家などあらゆる階層の女性たちと交わりを持ったのはご存知の通り。で、彼の武器は遠慮知らずで抜け目のない才覚と、深くはないのですが広い教養でした。晩年には落ちぶれてボヘミアの貴族ワルトシュタイン家の雇われ人となりましたが、その時に書いたのが我が生涯の物語、回想録で、この本からカサノバイコール女たらしの図式が出来上がったわけですが、現代ではこのエロチックな回想録は文学作品としてよりも18世紀のヨーロッパの風俗を知る貴重な資料ともなっております。予測家カサノバ、去年73歳でした。 MDU バックグラウンドミュージック、松本歯科大学がお送りしています。
定年を迎えてからのボランティア活動、これは誠に結構なんですが、中には知識や学歴、職歴などをひけらかす困ったちゃんが少なくないんだそうですね。けどボランティアの現場では学歴や肩書きは無意味です。そんなことを聞かされても周りの人は困るだけ。まあそんなひけらかし屋さんも時が経つに従って自分が周りの人を困らせていることに気づくらしいのですが、来年はいわゆる団塊の世代が退去して定年を迎えます。あちこちで困ったちゃん現象の氾濫なんてことのないように願いたいもんでございますね。 MDU バックグラウンドミュージック、松本歯科大学がお送りしています。はまもなく12時13分です。ここで TBS ラジオ交通情報です。首都高速、この時間は1キロを超える渋滞はありません。3号線の上り、用賀の先にあった故障車も移動して渋滞も解消しています。今日は全般的に交通量少なめです。東名、中央道、関越道、東北道など高速道路各線いずれも流れは順調です。一般道、神奈川県内では海沿い134号線の上り線が高浜台で2キロ、下り線も東川原付近で1キロほど流れが悪くなっています。千葉では296下りが2キロで3キロ、松戸原木線は中山競馬場入り口で2キロ渋滞です。都内では水戸街道の下り、中川大橋付近で1キロ半、五日市街道も下り、砂川9番付近で1キロです。次の TBS ラジオ交通情報は12時58分にお伝えします。今日はこの後も雲が取れにくそうですね。明日と明後日は晴れ間も出るんですが、週の後半はお天気下り坂で梅雨が近そうでございます。バックグラウンドミュージック、東京赤坂 TBS 放送センター9階ラジオ第6スタジオからお届けしています。お相手は和歌山源三です。
ケースや電話機、トースターなど何にでもカバーをつけるのがお好きなお母さんいますよね。近頃はそのカバーを色鮮やかな毛糸で編んだり、手の込んだ刺繍で彩るのが密かな流行なのだとか。で、こうしたお母さんの趣味のアートを総称するのが、おかんアートという言葉。おかんというのはご存知のように関西方面で使われる方言でお母さんのことですが、最近は某ベストセラー小説でもおなじみになった言葉ですね。おかんアート。もしかしてあなたもハマってらっしゃいます？MDU バックグラウンドミュージック、松本歯科大学がお送りしています。
選手は様々なジャンルの方々の訃報が続いた一週間でしたが、相撲界からは先代の井筒親方、元鶴ヶ峰、ね、昭和30年代栃木式若の花時代、大鵬柏戸時代を通じて名人の名を欲しいままにした名関脇でした。得意技は巻き替えもろ差し、立ち合いに突っ張ってまず不得意な左を差して素早く右を巻き替えると、もろ差しで左右に小刻みに揺さぶりながら寄っていく技、あれまさに名人芸でしたですね。位は関脇、人気は大関、三賞14回のうち技能賞10回はプロ中のプロの大記録。早くに奥さんを亡くして男で一つで育て上げた3人の息子は、長男鶴嶺山が十両、続く坂鉾寺尾が関脇、他にも薩洲灘神学、そして大関霧島も育て上げ、同じ時期に幕内力士が5人という、この弟子の養成力を評価した相撲協会は、元横綱以外では異例の役員待遇を与えたほどでした。力士としての佇まいがかっこよかった名関脇の去年は77歳でした。 MDU バックグラウンドミュージック、松本歯科大学がお送りしています。
中音楽の流れは時の経つのを忘れさせてくれます。今日はレモントリー、悲しき雨音、青春の光と影、星に願いを、もしもこれが恋でないなら、波、トゥーヤング、恋人たちのメロディ、ジェルソミーナ、夢の散歩道、ポインシアーナ、パタパタ、コールミー、コンドルは飛んでゆく、 And I love her。以上、大江田誠の選曲でお聴きいただきました。スクリプトは風浩二でした。 MDU バックグラウンドミュージック、この番組は松本歯科大学の提供でお送りしました。ではサンデープレゼントのお知らせです。6月最初の日曜日、月始めのお楽しみはおなじみの株式会社東京宝石のご協力による誕生石プレゼントでございます。浅草をはじめ越谷、春日部など東武線沿線のほか、中野、高円寺など首都圏に広いネットワークを持つ東京宝石は、本物をより安くをモットーにご愛顧いただいている信頼の宝石専門チェーンです。6月の誕生石はパール。今週はパールを使いましたブローチとペンダントをそれぞれお一人ずつにプレゼント。いつものようにハガキに住所、氏名、年齢、職業、電話番号とブローチ希望かペンダント希望かを忘れずにお書きになりまして、郵便番号 107-8066 TBS ラジオバックグラウンドミュージックサンデープレゼント、パールの係へお申し込みください。8日木曜日の到着分まで有効です。当選の発表は来週日曜日のこの時間に行います。インターネットからご応募の方は番組のホームページからどうぞ。さて、いよいよ来週と再来週でございます。11日と18日、6月のリクエストスペシャル、夏を待つ。リクエストの最終締め切りは6月15日木曜日の到着分まで、まだまだ間に合いますので、あなたもぜひご参加なさってください。夏を待つあなたの思い、今年の夏のご計画など何でも結構でございます。ぜひリクエストをお寄せください。例によりまして1枚のおはがきには1曲だけのリクエストでお願いいたします。郵便番号 107-8066 TBS ラジオバックグラウンドミュージック、6月のリクエスト夏を待つの係でお待ちしております。11日と18日のリクエストスペシャル、番組作りにあなたもぜひご参加をお願い申し上げます。ドクダミの花、生き生きと風かな、という大野林家という方の句がございました。確かにこれからの梅雨の季節、雨にも負けず風にも負けずの感じの花ですよね。ドクダミ、ご存知のように根も茎も葉も解毒の作用を持っておりまして、10種類の薬にも値するということから別名を重薬、糖の薬と書いて重薬と申します。昔から腫れ物、高血圧、肺結核、風邪、便秘、蓄膿などいろんな病気に効果があると言われてまいりました。で、そんなに体にいいんなら一遍試してみようかなと考えましてね、よく洗った葉っぱをおひたしにして食べてみたんですが、これはもうまずくてとてもダメでありました。このドクダミっていうのは地方によっていろんな方言がございましてね、青森や秋田では犬のへというんだそうです。で、東北から関東にかけては地獄そばとか、大分ではしびと草、新潟あたりでは毒だし、他にも入道草とかヘヒリングサなんてのもあるそうで、まあ、へがつくのはやはり独特の匂いでしょうね。面白いのは九州鹿児島近辺のガラッパ草という呼び名、ガラッパというのはカッパのことなんだそうで、ガラッパ草が咲くとカッパが渡るというのは、あちらの方の夏の到来を告げる季節の言葉であると、植物ことわざ辞典の中に書かれておりました。冬の間は山の中にいるカッパが川や海に帰ってくる季節ということなんだそうでございます。ガラッパ草っていう呼び名もこれは面白いですね。中野区の飯田由美恵さんからメールでいただきました。 TBS ラジオは我が家にとっては時計です。声を聞くだけで曜日や時間がわかります。源蔵さんの音楽が始まるとご飯を食べなくてはと思います。まるでパブロフの犬です。これからも末永く番組が続くように祈ってます。嬉しいお便り本当にありがとうございます。さて、
この後1時からは伊集院光の日曜日の秘密基地が始まります。引き続き TBS ラジオで、お楽しみくださいますように、来週の11日再来週18日6月のリクエストスペシャルへのおはがき、あなたもぜひお送りください。このところちょっと悔しい結果が続いてますので、なんとか、リベンジにお力をお貸しいただきたいと、こんな風に思っております。どうも結局冴えないお天気のまま日曜日終わりそうでございますけれどもね、それでは来週もまたお元気で一週間お過ごしくださいませ。日曜日のお昼にまたお会いします。和歌山源三でした。ごきげんよう。開催中 TBS ハウジングマイホームフェア、旧4号線沿い江崎町の草加会場では、冬も楽しく快適に過ごせる爽やかグッズやヨーロッパのテイストが楽しめるおやつのプレゼントがあります。下まくり北交差点近くの越谷宣言台会場では、ヘルシーグッズが当たるアンケートプレゼントや、お持ち帰りのおしゃれなスイーツプレゼントを行っています。この他どちらの会場でもご家族揃ってお楽しみいただける楽しいイベントを開催中です。快適な住まいづくりの TBS ハウジング、お近くの会場へぜひどうぞ。 TBS